動画を見ていただきありがとうございます。ケイスケと言います。よろしくお願いします。今回は平日ランチタイム16時まで時間無制限のしゃべよさんにやってきました。今はなんか牛いちぼ&イベリコ豚っていうフェアをやっております。でも今日は最安で行きたいので、今回は一番安い豚バラコース1319円、税込み、こちらを注文します。スープは基本の白だしともう1種類、こちらは無料で選べます。で、だしの種類はなんか有料が2種類、無料が6種類、全部で8種類選べます。で、今回はこの期間限定の豆乳だしにします。豆乳好きです。で、豚バラしかないけど豚バラオンリーで5皿飲んでいきます。まずはサラダから。そしてタレもいろいろ種類があるので、オリジナルのタレが作れます。で、バクバクと生野菜を食べていきます。家じゃなかなかこんなに生野菜食べることないので、すごい嬉しいなと思いながら一気に食べていきます。ごちそうさまです。ということで豚バラ来ましたね。まずは5皿食べていきます。もうこの食べ放題の一気にもう食べちゃっていいですよっていうこの感じがもうほんと毎回嬉しいなと思います。とても贅沢にしゃぶしゃぶしていきます。もう全部一皿分を一口で食べるっていう贅沢食いをしていきます。このポン酢とネギの入ったタレで食べてます。めちゃめちゃ美味しい。もう油、この豚バラの油非常に甘くて美味しい。もう他のお肉なくてもいいなって感じなぐらい美味しいです。で、次は豆乳に投入します。ダジャレです。はい、こちらも豆乳に投入した豚肉。これ結構タレつけなくても豆乳の出汁そのままで結構味がついてるので、特に味が濃いのが好きっていう人以外は何もつけなくてもそのまま美味しいかなと思います。で、僕はちょっとわさびとかこういうピリ辛系、もみじおろしとかこういうのがすごい好きなので大量につけようと思ったんですけども、さすがにつけすぎなので少し減らしてまた一気に食べていきます。でもめっちゃ美味しいですね。もみじおろし、もう大根は消化も助けてくれるし、で、美味しい、なんて素晴らしい野菜なんだって感じですね。で、次こちら玉ねぎの香味タレって確か書いてました。こちらは結構味が濃いめでしたね。うん、玉ねぎのなんかザラザラ感、果肉感というかあるんですけども、ちょい薄めるかちょい漬けで食べるのをおすすめします。まあ、それにしても本当美味しくて5皿すぐ完食しちゃいました。追加でボタン連打で5皿追加で、野菜も追加、キクラゲあるんですよ。で、お肉もすぐ来ました。香味野菜ってやつが非常におすすめです。で、真剣に野菜を豆乳と白だしの方均等に入れております。お肉もガンガン入れていきます。もうぎゅうぎゅうにパンパンにしまして食べていきます。この野菜と一緒に豚肉食べるとなおのこと美味しい。これが時間無制限で食べれるので本当に大丈夫かなって思います。キクラゲのこの食感、ブリュコリュ感たまらんです。めちゃくちゃ好きです。で、最後の豚バラもふいりゃって入れてひたすら食べていきます。完食しました。綺麗に食べました。で、カレーもあります。食べ放題といえば福神漬けはちょっと黄色っぽい感じですね。で、ちょうどほんと前日カレー食べたかったのでめっちゃ美味しいです。で、豚バラ乗せればよかったなって後で思いましたとか思いながら完食です。で、かき氷があります。これからの時期嬉しい。で、ソフトクリーム、もうね、お腹絶対下すだろうっていう組み合わせ持ってきました。いや、もういちごが一番好きなんですけども、ちょっと歯がね、知覚過敏すぎてちょっと痛いなと思いながら食べてます。皆さん、何味のかき氷が一番好きでしょうか。舌が一番違和感がないのはやっぱりいちごかなと思います。ブルーハワイはちょっとすごい色になりますよねって言ってたら、ソフトクリームが熱くて溶けちゃいました。でも、ソフトクリームめっちゃ美味しいです。いろんなトッピング、コーンフレークとか、このスプレー、チョコスプレー、なんていうんですか、このカラフルなチョコとかチョコソースとかいろいろあるんで、自分だけのオリジナルソフトクリームをぜひ作ってみてください。で、こちらワッフルですね。
ワッフルはやっぱチョコソースとソフトクリームの組み合わせが一番おすすめなんですけども、先にソフトクリーム食べちゃったので今回はソフトはなしです。でこれだけいろいろ食べれて1319円、時間制限なし、混雑時除くということで、こんだけ食べれる素晴らしい、友達とランチした流れでお茶もできます。ほんと今回も最高なしゃぶよさんでした。ぜひ行ってみてください。ごちそうさまでした。